おならとうんち一緒にしたことあります？おならとうんちは普通じゃねえか。それは、おならとうんちを一緒にっすよ。え、同時にってこと？ あるよ。ブリン。俺もおならの、うん、おならが出た時のその勢いで、うん、うんこがブリョッって。汚ねえ。お前これ飯食いながら見てるやつもいるぞ多分。あるよなあれ。共感するなよ。あれよな、あれ一番気持ちいいからマジで。うわ、出ちゃった。最高だからな、トライさん。いやいやいや、そこで気が合う。え、てか今日、そう、俺は今日初めての挑戦っていうものをしてみたんだ。何？いつもは映画館に行ったら絶対ポップコーンは塩って決まってるんですよ。うん、塩とドリンクバーの L の白ぶどう。こだわりがあるの？うん、かわいいな、なんか。チュロス、チェロス。あ、チュロスね、美味しいよね。あれ頼むやつはバカ。あれはバカ。あれ頼むやつはバカって思ってるんですよ。ふざけんな、俺毎回頼んでるぞ、あれ。いや、あれ頼むやつは本当にダメっすよ、タモさん。なんで？本当に後悔しますよ。なんでね？後悔してないけど、全然。なんか、アフリカ人みたい。アフリカ人、いや、アフリカ人、アフリカ人、チュロス食わねえ。めちゃくちゃ変見。いや、食うかもしれんけど。どういうイメージだよ。まあ、食うイメージはない。一般的に見て。え、でも、そう、それで、俺いつもは塩食ってるんですけど、今日キャラメルに挑戦したんですよ。めちゃくちゃまずかった。どういう感性してんの、お前。めちゃくちゃまずいし、飽きます。うん、ああ、切るのはわかるけどね、キャラメルは。いや、でもなんかさ、高木がさ、汚くポップコーン食う姿、俺なんかめっちゃ想像できるんだけど。うわ、もう、あの、USJ のあの、マリオのショップのあの、食い方見た時に感じた後、夜飯食ってる時、マジで無理だったんで、俺体調クソ悪くなったからな、本当に。え、でもさ、でもさ。いやー、あれ面白かったな、普通に。いや、でも俺が、あそこで体調崩すって言ってさ、マジで、あの空気を読めないゴミだなって思う。なんなら、いやでも俺はあそこで、いや俺だったらっすよ、場の空気読める俺だったら、あそこでどんなに体調が悪くなっても俺は絶対言わないし。何？いやでも、まあ、高木のやつ面白かったと思うよ、あれ。いやでも正直 TS はあのめっちゃ嫌そうにしてたけど、俺は正直最初の方めっちゃ面白かったけど、俺は正直あれ、俺マジで良くないと思った。いや、いいコンビだと思ったよ、あれは。あの、違います、その話はしてないっす。え、何？あの、TS がなんか熱が出てるみたいなこと言ってたんですか。あの発言は友達少ないなと思った、めちゃくちゃ。俺はやっぱり周りの空気結構読むから、それ絶対言わないんですよ。あの、みんなが楽しんでる中、うん、熱が出たなんて、仮に熱が出ても絶対言わないんですよ。いや、どう考えてもあの席を隠蔽する方法はないから。どうやってあれ、あの状態で、あるある、いや、なんか体調は万全なんだけどね。いや、全然ある。でも体調悪かったら言うべきだろ、さすが学園委員長。でもそれによってさ、いろんなさ、俺らの計画してた歯車が崩れていかなかった。え、どういう風に崩れたんですか、先生。まず TS の熱のせいでみんながバラバラになったじゃないですか。そこでタクシー事件。いや、別に熱のせいじゃなくて、それを言えばむしろあの高木さんがいなくなったことによる。いや、だから俺はペガサスのバッグを取りに行ってたんじゃあ、ペガサスのバッグ。ほら、そんなに症状があれだったらあれかもしれないけど、ゾーモンいつやんの、これ入ってる。これどこにあんの、ゾーモンさん。英語読めないですか、英語。英語どこだ。まあ、あの高木くんがね、あれを食べてる姿はね、ちょっとまあ後ほど YouTube で未公開集ということで出すんで。そういえばさ、またバカ野郎がいたんだけどさ、昨日出かけたんだけどさ、駅でなんか今卒業シーズンなのかな、めちゃくちゃなんか制服とか着物着てる子がいっぱいいるんだよ。で、駅で固まってて、男子中学生かな、あれは。で、俺とまあジョセリンがいたんだけど、こっちを見てさ、なんかめっちゃゴニョ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 言って、女子もいたんだけど、もうやめないよみたいな。挙句の果てには、早くで玉をとか言い出して。ずっとそういうやり取りをしてて、もうマジであの、速攻で逃げたけど、マジでああいうのやめてるから、腹立つ。え、どうでした？え、かっこよかったですか？可愛かったですか？目すら合わせてない。もう何にも見てないもん。え、マジで、いや、写真撮ったの動画見たら大体陰キャラからな。あの、ふざけんじゃろ、お前。ふざけんなこと言うんな、お前。意外にもね、あの、クソエクランの動画はね、大人も見てるからね、サラリーマン。とかね、全然見てるよ。え、全然見てるよ。いや、みんな気づいてないだけで、あの DM とか普通に、うん、だって、うん、俺の配信来る人は、まあ、絶対クソエクランから流れた人じゃないですか。うん、会社員の人とか普通にいますもん。あ、いるいるいる。そうなんだよ、びっくらするほどにね。
大人の視聴者の方も貴重です。もちろんね、でも同じぐらいの年代もさ、だんだん一緒に年を取っていくわけじゃん。うん、それもね、素晴らしい醍醐味。けど年を取っていったところで、じゃあ玉尾さんって好きな YouTuber います？好きな YouTuber はいろいろいますけど、その好きな YouTuber の中で一番こう長期間見つけするとどのくらいなんですか？長期間、もう6年とか7、8年とかわかんないけど、もうそれ、そういう人の動画をもう本当毎日見てるレベルですか？あ、毎日動画出たら絶対見てた。ちなみにあの真琴さんですね。あと東海オンエアとか、まあ、僕の場合はそういう人いないんですよ。そういう人マジいなくて。そういう人がいないっていう風に考えるとですよ、あの一瞬大人になってくっていうとは言いますけども、本当に大人になっていけるのか、いけるんですよね。大人になる前にもう離れていってしまうんじゃないかっていう風な懸念、やっぱそんなことはない。俺はリスナーを信じる。リスナーを信じるっていうのは、それはちょっとあまりに無責任すぎる。それはリスナーが離れないように努力していくのが僕たちやるべきことなんじゃないかな。だから俺は毎日2本とか動画を出してるんじゃないですか、忘れられないように。毎日2本動画を出すっていうのは、その毎日2本動画を見るとやっぱり実機に飽きてもそうじゃないですか。だからいろんな今最近バルベルバルベルバルバルヘイムとかアモンガースとかね、いろんなゲームやってるんですよ。ゲームに関してじゃなくて、僕たちのトークとか僕たちのキャラクターとか、そういう問題ですよね。だからそれもね、みんな成長していくわけでしょ。だからあの喋り方なんでね、あのね、あのだって TS だってさ、あの昔とさ同じことを喋ってるかといったらそうではなくてさ、みんなさどんどん成長していって味が出てくるわけですよ、会話にも。けどまあ、けど僕はあんまり変わってないですし、あら、いやー待ってた、それ待ってた。で僕はたまたまからの、あの一番最後にね、からの、からのおならとうんこ一緒に出ちゃうよね。違うじゃないですか、この前話したじゃないですか。この前高木と丹治で話したじゃないですか。いや結局あれ正解出なかっただろ、あれよ。小籔さんのやつ見てましたけど、玉本さん、玉本さん、なんかお前な、お前やばかったぞあれ。あのね、いつもオープンレックとかなら裏にね3、4人とか、まあ多くて6人とかなんだよ。でも今回30人裏に、30人が見てんの、ずっと。それもテレビ関係者は吉本でやったからね。松本人志いました、松本人志。いいね。全員モブだ。お前やめとけ、本当に。松本以外全員モブ扱いしてもやばすぎるだろ。お前マジですごい人たちだからな。人志ですか？人志さんもすごい。俺はあの人はすごいっすよ。すごいな。だからさ、俺さ、なんかテレビを知ってる人たちじゃん。だからなんかあんま喋りすぎてもなっていう。いやマジでちょっと難しかった、あの時は。アンチコメントを気にするヌメモンかのような精神。でも楽しくて別に相づち返してるだけでも面白いじゃないですか。それだけでいいわけなんですよ、玉尾さんは。相づちを返してる玉尾さんで。そうっすね。はいはいはいとかだけでも玉尾さんも面白いっすよ。おもろいなそれ。まずさ、俺は解説立場だからね、難しかった。それもいやでももう思いっきり間違いな話しましょうよ。相づち、例えばっすよ。あの、今日は晴れですね。晴れといえば僕の誕生日は来月だけど、君はお肉が好きみたいな。なんかそんなできるわけねえだろお前。それはいやでもね、小籔さんマジですごかった、マジで面白かった。やっぱ本当にプロだと思ったわ。いやなんか、最近玉尾さんにも言われて、俺見てるんですよ、滑らない話。あ、滑らない話ね。で、小籔さんが出てきたんですよ。めちゃくちゃ面白いな。いやすごい。そこで俺やっとなんか湧きました。玉尾さんやばい人と関わってるんだなっていう。あーね、あれ滑らない話は本当にすごい。あれ出てる人はハリオとザコシショウが一番面白いですから、ね、一番おもろいね、ハリオとザコシショウのマジで。最近俺が一番甘手な中山きんに君。中山きんに君面白すぎる、ガチで本当に面白い。中山きんに君のチャンネル、あのきんに君、そうなんかあのピントが合わない時さ、腕の筋肉にピントが合うんだよ。その時にあの筋肉にピントが合っちゃいますねみたいな感じでさ、やばいな、ね、やばいな。今さん滑らない話出れます。ちょっと今の見切り発車しみましたね。今のマジで滑らないわ。やばい
ったよ。今顔真っ赤ですね。でも逆に滑らない話でここまでなんか明らかずれてる話でしたら面白いですよ。これは逆にあの学校ついた面白いです。逆の意味で滑らないよね。あれは俺は好きですよ。いやマジ今びっくりした。いや自分が一番びっくりしたの。あれなっちゃったよね。うん、おめえ、はい、やばい、ぐっそ。小籔さんすごいよな。あの普通の配信者よりあの配信してるから36時間。やばいっすよね。だずっと配信してますよ。小籔さん誰だ誰だ。怖い。